バックストレートずらりと並ぶ34台。さあ近年のカートレースでもなかなかこれだけの台数をシリーズで迎えるということも少ないんですが、まあ、マックスはこれだけの人気、まあ、特にここ、まあ、総本山ともいえるここフェスティカサーキット水波でのシニアマックスまさにカートレースの醍醐味存分にお楽しみいただきましょう。隊列がコリドーラインに収まって、さあイエローラインブラックアウトスタートが切られていきますが、3番手スタートの、失礼、4番手スタートですかね、4番手スタートの前県7番の岡本が前に出ていたようにも動きは見えますが、さあまずはスタートホールショットを取っていったのは前県12番の松沢が前に出てきたでしょうか。失礼、前県1番の水野がホールショットですね、水野がトップです。さあまずはポールシッター水野幸喜が1周ラップリーダーで戻ってきまして、2番手松沢、3番手西尾、4番手奥田桃、5番手塚田海人、安田はじめ、6番手岡本、坂口、菊池、古谷と続くトップ10。さあまずはこの序盤ですが、トップ水野、そして2番手の松沢が早くも少しずつ後ろを引き離していこうかというペース。3番手西尾が現在単独、ゼッケン15番の塚田海人の後ろ、奥田桃といったあたりもここはテールトゥーノーズになりながら隊列トレインを組んでいきます。塚田海人、奥田、安田、岡本、坂口、菊池などとトレインが組まれていきました。4番手集団、再び奥田桃が前に出てきたか、さらにそれに続いて安田はじめも奥田桃の後ろ前に出てきました。この安田もここまあ水波でカートレースを始めたドライバーの一人でもあります。ホームへ戻ってきてこのマックス、まあ、昨シーズンからマックス鈴鹿選手権とともに合わせて戦っておりますが、さあ力をつけてきた安田が現在は5番手この前の奥田桃のインサイド、さあ2コーナーで飛び込んでいった、これで4番手と上がっていきます。集団4台の隊列、しかし5コーナーのブレーキングでは岡田のフロントのヒットが、さらにその隙をついて塚田海人、坂口といったあたりも飛び込んできます。さあこの4番手以降のトレインですが、奥田桃を先頭といたしまして、現在塚田周美の後ろ白石まで15番手までがずらっと並んでいます。さあこの4番手以降の集団がトレイン組まれておりますが、それを尻目にトップ3前3台は等間隔での単独走行となっています。トップ水野、2番手松沢、3番手西尾、さあこれが、まあ、それぞれコンマ7秒からコンマ1秒ずつの間隔を分けながらの単独走行、4番手以降のバトルが激しくなりそうだ。さあここまではその集団の中で詳しく見ていくと、塚田海人を先頭とした4番手からずらっと並んで10番手、ゼッケン14番の陣川までのまずはグループ、
さらにその陣川の後ろ、ゼッケン13番の飛田からの集団とグループというような形に現在分かれております。そしてその後ろの集団でもレディースドライバーの斉藤愛美が暴れ始めてきたでしょうか。ゼッケン36番の斉藤愛美が、まあ、目の前周りにいる水野とはそして松崎良平などとさあバトルをしながら暴れています。このクラスには4名のレディースドライバーも参戦というような形で、このレディースドライバーも負けじとバトルを楽しんでいます。さあそんな中今4番手集団に目を戻していくと、塚田海人が再び4番手に上がってきまして、レディースドライバー奥田桃を従えています。さあその集団がホームストレートへと戻ってきた。さあこれで先頭集団からレースは8周目、こちらも折り返しを迎える8周目と入りました。さあ膠着状態となっているトップ3ですが、現在トップ水野幸喜のラップタイムが6秒4、それを上回って2番手松澤がパーソナルベスト6秒3、そして西尾も6秒5というようなペース。4番手以降はまあ集団になりながらといったところでもありますが、現在ここまでのパーセントラップをマークしているのはトップ水野幸喜、その水野が6秒285、さらにパーセントラップを更新してきました8周目。セクター2、セクター3のベストも塗り替えて、さあこの折り返し水野幸喜が早くもラストスパートへと入ってきたでしょうか。2番手松澤に対して後ろを引き離していこうというトップ水野、全員喪失させるようなこの中盤でのペースアップ、再びまたセクター2でも自身がマークしているベストを更新していきます。現在セクター1のベストではゼッケン46番の下野リオがセクター1ベストを持っています。その下野は現在24番手あたりでしょうか。松崎良平とのテールトゥーノーズ状態、トップ3がコントロールラインを通過、塚田海人、高口の4番手争い、先ほどまで続いていたこの長い隊列も4番手塚田海人、そして5番手高口大輔が抜け出てきまして一騎打ち。さあ現在は高口が塚田の前に立っての5コーナー、4番手が高口、5番手海人、そして少し離れまして6番手に富田蓮が上がっております。こちらも17番手スタートでした富田蓮、その富田が現在は6番手までポジションを上げてきています。こちらも、元全日本で戦っていた全日本ドライバーでもあります富田蓮。さらに菊池が7番手、奥田、陣川、岡本、塚田修美が11番手、安田はじめが12番手。さあしかし戻ってきた11ラップ目の再びまたこの辺り集団もポジションが入れ替わっています。コーナーあたり
さあこの集団の中でちょっとヒットもありましたが、なんとかバランスを立て直してコースアウトは免れていきました。ゼッケン34番の帽下総一郎がなんとかバランスを立て直して16番手で戻ってきます。さあ車検場にはゼッケン43番の玉井が戻ってきました。さあこれでこの後トップが戻ってくればファイナルラップ独走体制を築きました。水野幸喜が最終コーナーを立ち上がってきまして、この予選ファイナルラップへと入ります。2番手松沢、3番手西尾、さあこの3台はもうそれぞれ間隔を空けながらです。そして4番手争いは高口と塚田海斗、さらに6番手富田蓮から3台のタッグ奥田桃、菊池明則、そして岡本を先頭とした9番手争い、ここも長い、隊列トレインが組まれていきます。レースはファイナルラップ、さあバックストレートで塚田海斗が狙っていくが、ここは高口も11コーナー締めてブロックライン、今水野幸喜からのチェッカーです。2番手松田は3番手西尾、そして4番手争いは高口が守りきりました。高口が4番手、海斗が5番手、富田蓮6番手、奥田桃、菊池明則、岡本大輝、新川大五郎、チェッカーを迎えましてトップ10。さあ今ゼッケン33番のエグサもチェッカーを迎えていきまして、33台がチェッカーを迎えました。シニアマックス予選ヒート終了です。